はいです。ブチでプレイ戦国フバサラ4、スメラキ、山中、チカノスケ、ドラマルーツ、レッツゴー。チカノスケ。No。聞き込み開始っすね、おやさん。おやさん、あ、what's a small motorly let's boost to level 10。Let's go, おやさん。Okay, I understand. え、鹿仲間から目撃情報が出たんすか。さすがっす、さすがすぎるっす、おやさん。なるほど、この手紙っすね。手紙？いや、今はいいっす。秋のおすじかさん、6歳の証言。ここ最近、厳島の毛利元就が雨御漁を狙って何やら企んでいたらしいと。これは決定的な証拠と呼んでも過言ではないっす。下手人は厳島にあり。急ぎましょう、おやさん。春様の身が危ないかもしれないっす。まずは裏付け調査っすね、おやさん。逃げ道を塞いで下手人を追い詰めるっす。どうした、何を騒いでいる。はあ、それがおかしな子供と鹿が陣内に入り込み捕らえようとしているのですが、これがなかなかに手強く我が軍の時と労力を浪費するな。同時の相手など同時にさせておけばよい。すべての事象は我が盤上にあり。毛利元就、限りなく黒に近い灰色の人物。新たな駒、試してみるには良い機会か。卑弥呼様、本当にあの子、鹿くんは私の敵なんでしょうか。我の声を疑ってはいけません。信託は絶対なのです。そうですよね、信託は絶対ですよね。こら鹿くん、そんなものを振り回して暴れちゃいけません。待ってください、鶴姫さん。僕はただ、春様、アマゴ春久様の居場所を探しているだけなんです。逃がせする子は懲らしめますよ。えいやー、うわー、じゃあ、もう懲らしめながらでも構わない。 No. とにかく、話をさせてください。アマゴ春久、この名前に何かピンときませんか。アマゴさん、わかりません。でも大丈夫、私がバシッと占ってあげます。俺の存在自体が罠だと言ったらどうする。戦場なのに怖くねえ、この軍にいるおかげか。あなた悪い子です、お尻ペンペンします。これじゃあ俺たち負けようがないってもんだぜ。あだ討ちなんか考えちゃいねえが、やるしかねえ。お願いします。よしと、おやさん。
こしめしませ、こしめしませ、サンデーさん。サンデーさん、どこのどなたですかそれ。サンデー、ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズバババババババーンと振り払っちゃいますよ。鶴姫、厳命します。口をつぐみなさい。はい、ひみこ様、わかりました。どうぞ。じゃあ、それは暗号ですか。もう一度お願いします。とにかく天子さんのことはサンデーさんに聞いてください。教えてください。サンデーさんとは一体。我が軍を阻むものなんてありはしねえ。これより突撃いたし、存分に暴れてやりましょうぞ。大式綱は麒麟の証ですよね、おやっさん。バッサバッサと小気味、惚れ惚れするしかねえや。もはや駒にもなりえん我が盤上の散り崩れ。聞け、カンナギ、卑弥呼などもとよりこの地にはおらぬわ。卑弥呼様のお名前を語って私を、なんて悪い人。口うるさきカンナギよ。もう、かわいい。日の本は秋となる。その礎の駒となる。あなたのような人にお天道様の力は使わせませんよ。聞こしめしませ、やっ。元就様、雲が日輪を覆い隠してしまいました。これでは大鏡が使えませぬ。何、小娘の仕業だというのか。鶴姫さんの証言をまとめると、サンデーなる謎の人物が事件の鍵っすね。サンデーモーリー。そしてもう一つ、鶴姫さんの言動はそのサンデーなる人物がこの厳島にいることを示しています。我は日輪の申し子、眩しき光にひれ伏せ。共に戦場へと埋没する駒となろうぞ。助けを呼べ、取り返して立て直すんだ。はぁ、晴れちゃいました。また悪だくみですね。私、負けません。引っ込めし、おやっさんと一緒なら怖いものなんてないっす。小娘、我と張り合うか。照らしたまえ日輪よ。おお、元就様のお力で再び日輪が。もう聞こえん。ふん、小賢しい。寺様輪。春久様がいなくても結構やっていけるもんだな。What? Oh, I missed the circle thing. Actually, I'm already a one-man. ケリは痛すぎず、おやっさん。寺様、リン。 Oh my god, they got my camp. ヒデン、
拙者の剣を受けられるほどの鍛錬を。寺玉凛それがどうした？我が策に陰りなし。聞こえ！今の状態、ちょっとまずいかも。Let's go, let's go。テラタマ、リン。おやっさんはそこらにいる鹿じゃない。角が取り外しできる途方もない鹿だ。Let's go, Oja-san. Onore no gukou o hajite. Ine! Oya-san. Wakaru desu ne? Kono hito ga ichiban ayashii itte koto?みんなステーカスね。追い詰めたぞ。下手人、毛利元就。いや、謎の男、サンデー。サンデー。サンデー毛利。知らぬな。とぼけても無駄だ。ここに残ったのはあなたと僕とおやっさんだけ。僕は僕、おやっさんは鹿。ということはサンデーに当てはまる人物はあなたしかいない。調子に乗っちゃいました。見事な推理と褒めてやる。わかりましたって。いかにも我が名はサンデー、サンデーモーリ。いろいろよくわからないけど、やっぱりそうか。ハル様はどこだ？ハル様をどこに連れ去った？白状しろ、サンデーモーリ。ハル様は愛の楽園とはどこなんだ？ザビー様、ガンク、サビ様。我こそはキリンジ、鹿之助、大活躍。で、あれで、あ、待ってください、おやっさん。It's so funny, man.Oh, Otomo Sorin. Anata Sawi Sama. Upgrade.Okay, let's go.変な歌は歌うし、妙に気持ちが高ぶっていたし。サンデーモーリー、本当に恐ろしい男だった。でもおやさん、僕気づいちゃいました。あの雰囲気、あの変な歌、必死に隠そうとしても僕にはわかる。サンデーモーリーは間違いなくザビー教徒っす。つまり愛の楽園とはザビー教の総本山を示す暗号に違いないっす。謎はまるっとスリットゴリッと解けた。ハル様は大友ザビーランドにあり。ハル様、oh, ザビーランド、oh. ハル様どこですか？山中の鹿之助めとおやすさんがお迎えに上がりましたよ。しかし、
It is Amusement Spark. さあ、演目を想像しますよ。どんなミュージックで攻めましょうか。たくさん作ったのに、どこも客が入ってないのな。胸じけ、ま、入るわけないか。皆の者、力を振り絞り立ち上がるのだ。奇跡を祈ってる場合じゃないって。ワルツで行きますよ。ザビチャッチャザビチャッチャな。ハル様、雨漏りを捨ててどうしてザビー教なんかに。よし、アマゲドン前進。おやさん、蹴らないで。お前などザビー寺小屋から出直しです。叱られぞ。次はザビー様を描く物語。今回はどんなストーリーでいきましょうか。どの話でもザビー殿が民からお金巻き上げて終わりなんだよな。この世界はあなたの知らない面白いことで満ち満ちているわよ。楽しみなさい。喉乾いたけど今ザビー水しか持ってないや。我慢我慢。ザビー様が求めるのは人々の笑顔。お笑い立てっぷりは無人であること、中心であること。 What the hell? この立ち合いにてそれらが示されることを祈りましょう。決まった。He do it。信じる者は救われます。足元を救われるよ。だから逃げて。少年と鹿まで入信なんて、わし。日の元の行く末が心配だよ。ネタがつまらなくとも笑いなさい。笑う角にはザビー来たるです。俺は皆から愛されている。故に無敵。なんとかランドへ潜り込んだはいいものの、この辺りを探す限りはハル様の姿は見えませんね。エキサイティングです。ドキドキハラハラが加速します。やはりおやさん、こうなったら形だけでも入信して教団内部から捜査を進めるしかないっす。うん、はい、あなた罰金ね。よ、怪しげな乗り物を発見。なんだこの乗ってしまいたい誘惑は。開演セレモニーの準備が整いましたね。ソーリン、そう、レッツザビーショータイム。いいです、ローラーコースターよね。ワルツの優雅な調べの中、私たちの笑みを取り戻すためのネタが。ジェットなコースターをエキサイティングに解き放つ。おっ、ん、やっ、よっしゃ、とう、おっ、いいよ。おや、あなたが入信希望者のシカボーイですね。わざわざアニマル割引を作った甲斐がありました。シカボーイ、いや、ダメっす、突っ込んだら負けっす。実は僕、先に入信しているハルス様、いや、アマゴ・ハルヒサさんと知り合いなんですけど。オーマ
イザービー、それは素晴らしい。あなたが言っているのはポエムアマゴのことですね。ポエミーならばつい先ほどセレモニーを終えて正式に愛のファミリーになったばかりですよ。たった今目が覚めました。だからほら、やめなさい。やめて。あ、それじゃあ僕も会えますか、そのポエム、ポエミーさんに。もちのろん、ユーもファミリーになっちゃえばいつでも何度でも会えますとも。それにあなた、その身のこなしとフレッシュさならザビーズの夢ではありませんよ。おやっさん、よくわからないけど褒められたっす。このまま潜入捜査目指しましょう。もっと哀れに倒れなさい。敵の道場を変えますよ。オッケーブラザー。よっしゃ、お願いします。超人突破、ランドのお土産一番人気、ジャンボザビ。おいでなせ愛の楽園。さああなたもレッツ入信ザビー。どうしました。さん、はい、ザビーザ、ザビー。ま、胸しげよりはマシですね。いいでしょう。あなたの洗礼名はバンビ、バンビシカノスケにします。そしてあなたはシカせんべいでいいです。まずは成功っすね、おやさん。潜入捜査開始っす。待っててくださいね、ハル様。ザービー。さあ、あなたも言ってごらんなさい。ザービー。That's it? Okay, I think that's it for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe me for more video, and you can support my Patreon. Thank you. See ya.